はい、カンチャンネルです。今回はですね、ハイラックスのこの荷台に焦点を当てね、動画の方を撮っていきたいと思います。前回鉱石だけの動画を作ったんですけど、結構ね要望が多いこの荷台についてね、今回レビューと詳しい動画をねちょっと上げていきたいなと思います。今回の動画はこの荷台のみのね、情報となりますので、購入検討者に向けて動画の方を撮っていきたいと思っております。ではね、早速行ってみましょう。ではね、早速この2台の、外観の方からね紹介していきたいと思います。まずハイラックスは、キャビン、人が乗るところと2台ベッドですね。ベッドがそれぞれ分かれてるんですよね。ここ見ていただくと分かるんですけど、しっかり分かれてまして、よくアメ車にあるような2台からね室内にアクセスできるようなね、ドアというか、そういったものがないんですよ。なので基本的に、2台とキャビンはね別物で考えていただいた方がいいですね。もう本当貨物車なので、ベッドはベッドで使えるような形となります。ではね、ちょっと後ろの方も見ていきましょうか。はい、ではね、このテール周りを紹介していきたいと思います。純正オプションでこのトノカバー蓋をつけてるんですけど、標準だとこの蓋がないのでね、皆さんご注意ください。テールランプとこちらのヒッチメンバーは僕のカスタムで交換しているので、皆さんね、この車種とはまた違うものがね標準となりますので、ご注意ください。ではね、ちょっと後ろ周りも紹介していきたいなと思います。ハイマウントストップランプですね。ブレーキかかった時に光るようなものが2台のこのテールゲートについております。下に降りてきてエンブレムですね、ハイラックスっていうエンブレムとトヨタエンブレムがね2台の方についておりまして、ステップバンパー一応ついてるんですよ。これどういう時使うかっていうとね、こういうような感じで2台の荷物を取る時、ここに足をかけられるんですよね。なので結構頑丈な作りになってます。まあ元々海外の文化のね結構トラックについてたもので、ハイラックスにはね標準でこのステップバンパーがついております。でこんな感じですね、テール周りは。トノカバー開けて中の方ちょっと見ていきましょうか。この純正オプションのトノカバーについてはね、以前詳しい動画を上げてるので、ぜひね皆さんそちらからご覧ください。2台の方だけ今日レビューしていきたいと思います。ではまずね、こちらテールゲート、こちらのハンドルを持ってテールゲートを開けるような形となります。このテールゲートハンドルにはロックできる鍵ですねついております。それと他にバックカメラもね標準でハイラックスついてるんですよ。これ結構嬉しいポイントなんですよね。でここによく見るとね、こういうようなプレスラインが入ってますね。ちょっと開けていきたいなと思います。開け方は単純で指を入れてねこう引くだけで開きます。こんな感じで、はい、僕のもこれ後付けパーツしてるんで、こんなゆっくり開くんですけど、標準仕様はねバタンと開くんで、皆さん気をつけてください。結構な勢いでねテールゲート重いのが倒れてくるのでご注意ください。では荷台の中の方ね、ちょっとレビューしていきたいと思います。このテールゲートがねこういうような感じで倒れてくるので、この手前の方にもね何か積み込む際に一旦物を置くことができます。でなおかつこのベッドライナー、黒い樹脂カバーがついてると思うんですけど、別売りとなります。メーカーオプションという形でトヨタでね購入することはできるので、皆さんねぜひ検討してみてください。物とかね積むとやっぱりボディにね傷が入るので、ベッドライナーをつけております。トヨタで10万円ぐらいだったかな、10万円ぐらいで購入できますね。このトヨタマークもベッドライナーにねついてるものとなるので、車体にはもともとついていないものとなりますのでご注意ください。でベッドライナーも僕はトノカバーつけてるんで、カバーなしっていうものを選択してるんですけど、カバーありっていうベッドカバーを選択すると、ここまでね縁ありのカバー付きの、そういったものがね純正で用意されてるので、その2種類から選ぶような形となっております。結構ね2年3年ぐらいも使ってるんですけど、特に不満はないですね。個人的にはね結構おすすめなオプションとなります。前期後期ブラックラリー全て2台が一緒なんですよね。なんでベッドライナーだったりだとか、トノカバー、スポーツバーとかね全て互換性があるんですよ。前期につけてるねスポーツバー、ベッドライナーも、後期のハイラックスにつけることができます。であとハイラックスね純正なんですけど、フックが4箇所ついておりますね。標準の車体でもついております。こういうな感じで結構ね強度があるもので、ロープで引っ張ったりしてもね全然取れることはないのでご安心ください。ただねフックの数ねもう何箇所かねあると便利なのかなって個人的に思いました。なのでねフックとかねうまくねこの下の部分とか使えば増設はできるかなと思っております。荷台の方から荷物がね後ろの方にずれ込んだりすることって結構あるんですよ、軽いもの乗せると。そういった時はカーゴマネージャーとか、社外品でねこういう仕切りみたいなのね売ってたりするんで、そういったので活用してみてください。以前ねマリンスポーツとかしてたんですけど、その上にねウェットスーツとか置いてたんですけど、この隙間からね塩水が入って
ってベッドライナーとこのベッドの間でちょっとサビが打ちたことがあったので、皆さんねそちらご注意ください。たまには何年かに1回剥がしてこの荷台の方メンテナンスは必要になってくるかもしれないですね。塩水にはやっぱりねこの荷台もちょっと弱いかなっていうような感じです。でこのベッドライナーもね結構厚さあるんで長年愛用できるかなと思います。こういうような感じでね結構しっかりしてますね。10万円あるだけはあります。高さの方はだいたい50センチぐらいかな、50センチぐらいなんでこの蓋つけた状態でも灯油のポリタンクとか乗るんですよね。使い勝手はいいかと思います。ただ前の方だとタイヤハウスがあって結構狭まってるので、丸々ね後ろのスペースと前がねまた違ったようなスペースになるので、積み込みの際とかねちょっと考えながら積むような形となっております。でこの寸法を言うと、このねまずタイヤハウスの横の間が1メーター10センチで、後ろに下がってここの間が1メーター50センチですね。縦のもだいたい1メーター50センチっていうような形で、形的にはね結構正方形に近いような形なんですよね。横幅と縦がねだいたい同じような感じかなと思いました。この仕様でキャンプ行くってなると、一般的な乗用車よりはね物ははるかに積めるので、キャンプした後のゴミとかねそういったものも積んで匂いとかも気にはなんないので、濡れたものとか匂いがあるものは非常にこの2台持ってこいではあります。またねハイエースとかとも違うようなメリットがハイラックスにはあるので、そちらもね皆さん参考にしていただけると嬉しいです。で最後にこのテールゲートですね、止めてる金具は2箇所ございます。ここの金具と反対側にもね1箇所ありますね、こちらの金具。このダンパーは僕の後付けのパーツになるんで、まあ、気になる方はね僕以前動画上げてるんで、このテールゲートアシストっていうものも参考にしてみてくださいね。今回は僕の所有しているハイラックスの荷台についてねお話ししてみました。ハイラックスの荷台パーツっていろんなパーツが出てるので、皆さん自分のライフスタイルに合った1台をね作ってみてくださいね。このベッドライナーも僕は純正のオプションのものをつけてるんですけど、社外でいろんなね、金額も安く出てるので、皆さんそちらもね調べてみてくださいね。この動画いいなと思った方は高評価、あとチャンネル登録してない方ねチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではねガンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。